なんかね、プーケットの大学に来ました。あれ戻っちゃったね。なんか思い出す。あ、なんか大学一緒に通いたかったんだよね、一緒に。そうだよ、おサロンによく来てね。そうだよ。大学でやっぱデートといえばどこですか？あ、コーヒーショップ。コーヒーショップ行く？行きましょうか。ということでね、タイのコーヒーショップデート、デートです。レッツゴー。タイのコーヒーショップって、すごいね、初デートだね、大学で。初デート、大学でいいじゃん、ね、しかもここアートの学校なんだって。すごい、私ずっとアートの大学に行きたかった。行きたかったの？どういう状況？ブレーイ。はいはい、茶番。ヌルでもよく頑張って勉強してたよね。そう、私勉強した。そう、メキシコもね、大学、あ、ベロン、あ、俺がメキシコ行った時ね、うん、ベロちゃん大学でね、あ、卒業中だったよね。卒業中で卒業式に行った、俺が。そうで、ダメ、あ、すごい、着きました。イエイ、初デートです。ということで注文しに行こう。行きましょう。カフェ、もう初デートもういいから、あ、お前買ってこい。私は、やっぱり女性に怒らせる。何飲むの？何でもいいの？何でもいいの？じゃあ一番安いやつにしよう。あ、ポッポだって。あ、ヒア？コーヒー派に飲む。ミディアム。一緒に行ってあげる。嬉しいの？ちょっとドキドキする。ドキドキするの？これね、ハートを作ったり。あー、アーティストだからね。ほら、水うま。これどうやって飲む？ストローない。すげえ不思議な味する。女性が求めている男性ナンバーワンは多分大体優しい人っていうの。そうです、まあ、とにかく優しいふりをしましょう。ふり、優しくなりましょう。タイの大学に潜入して、大学での初デートでした。デアも来てるの。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントもよろしくね。ありがとう。アディオスアミゴス。うん、おいしい。